アトムミニ。こんにちは。AQUOS sense7 プラスが10月7日からソフトバンクで販売されています。現在これを記念したキャンペーンが開催されています。今回はこのキャンペーンについてお伝えします。まずはキャンペーンサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらのキャンペーンサイトになります。ソフトバンクAQUOS sense7 プラス PayPay ポイント5000円相当プレゼント。最短即日もらえる。最短即日から2週間ですね。AQUOS sense7 プラスデビューキャンペーン。購入期間は発売日から2022年の12月31日土曜日。応募期間は発売日から2023年の1月9日月曜日です。ソフトバンクAQUOS sense7 プラスを対象期間中にご購入プラスご応募で、漏れなく PayPay ポイント5000円相当プレゼントとなっています。そしてAQUOS sense7 プラスの特徴が書かれていますね。応募手順です。対象期間中にご購入のソフトバンクAQUOS sense7 プラスで本サイト内のキャンペーンに応募するから応募ページにてお申し込みください。ステップ1、本キャンペーンサイトのキャンペーン応募するをタップしてください。ステップ2、応募ページにて携帯電話番号と必要項目を入力ください。ステップ3、ご入力いただいた携帯番号宛てにSMS で特典付与のご案内が届きます。記載の URL より手続きを行ってくださいとなっています。ここから応募ができますね。そしてお問い合わせがこちら。そして注意事項がこちらに書いてあります。以上です。いかがでしたでしょうか。シャープのAQUOSシリーズの最新モデル、AQUOS sense7 とAQUOS sense7 プラスのうち、ソフトバンクからはAQUOS sense7 プラスが販売されています。AQUOS sense7 プラスはAQUOS sense7 よりもサイズが少し大きく、スペックも多少異なっています。私個人としてはサイズが大きいAQUOS sense7 プラスよりもAQUOS sense7 の方が好みですけどね。ただ、画面が大きい方が好みであればAQUOS sense7 プラスの方が良いでしょう。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。